あとは2、3棟です。湯のペンタゴンもゲートに入りました。外のダンスパートナーゆっくりとゲートに引かれます。さあ14棟ゲート入りが早くも終わりました。係がゲートから離れます。スタートしました。14頭がこれから第1コーナーに向かいます。まだ横に並んでおりますが、カシノエタニティが出てまいりました。カシノエタニティ、そしてサージウェルズ、内からはサンデーウェルと正面スタンド前に入ってまいります。そしてユノペンダゴン、あるいはその外からは源マリノス、あるいはマーベラスサンデーもその内をついてちょうど今5、6番手の位置であります。外からザフォリアが先に行きます。そして中段でありますが大隅ベスト、あるいはゴーゴーゼット、一馬審査大作サージャン、あるいはダンスパートナーは後ろから3投目、その内からは神のマジック、そして外をつきまして名村稲妻も行っています。最後方はルイボスゴールドが行きまして、第1コーナーから第2コーナーに向かう淡々としたペースでありますが、さあ先頭はこのあたりサンデーウェルが立ちました。リードが2馬身ぐらい。そしてカシノエタニティ2番手、3番手は1馬身差。サージウェルズ外、そしてそのうちはユノペンタゴン。3番手、4番手、1馬身差。ザ・ホーリア、源マリノスと4番手、5番手であります。その後は半馬身差、ゴーゴーゼット。そしてその中はマーベラスサンデーであります。マーベラスサンデーはちょうど今6、7番手。そのうちからは神のマジックが行っています。向こう上面に入りました。ダンスパートナーが内。そして外は大託サージャン。半馬身差、大隅ベストが行きました。後方からは一馬身半差、内をついたルイボスゴールド、そして外からは名村稲妻であります。ほとんど順位は変わらず、向こう上面第3コーナーのこれから上りに向かうところであります。サンデーウェルが相変わらず先頭、リード一馬身半で、さあ上り詰めていきます。その後2番手にはカシノエタニティ、3番手サージウェル、少し手が動きました。ユノペンタゴン、ザ・ホリアが仕掛けてまいりまして、4番手から3番手を伺います。そして一馬身差、源マリノス、あるいはダンスパートナーとマーベラスサンデーが動き始めました。4番手5番手の外につけます。そしてゴーゴーゼットも連れて上がっていこうというところ。さあ固まってきました、固まってきました。先頭からしんがりまでおよそ7馬身ぐらいの圏内でありますが、わずかに先頭この辺り変わったカシノエタニティか、内からはサンデーウェル、外をついてサージウェルス、ザホリア、マーブラサンデーは外についた。そしてさあ懸命に伸びてこようという各馬でありますが、先頭はどうか、わずかにカシノエタニティ先頭か、マーブラサンデー、ザホリア、ザホリア、マーブラサンデー、そしてダンスパートナーも一緒になって伸びてきた。ザホリアが先頭か、ザホリア先頭、マーブラサンデー2番手、そして3番手ダンスパートナーも盛り返して前を伺う体制でありますが、先頭はマーベラス、さあサンデー1着で今ゴール、2着どうか、源マリノスが突っ込んでおります。ダンスパートナー